熊野校長先生、今野ひとみ作、妹陽子へ。おはよう。毎朝、熊校長先生が元気に迎えてくれます。おはようございます。おはようございます。羊くん、おはよう。おはようございます。勇気を出してごらん。いつか大きな声でおはようが言えるようになるよ。校長先生は羊くんの頭を優しく撫でてくれました。その日、羊くんは学校の帰り道、やまびこ山でおはようの練習をしました。何度も何度もしました。でもどうしても大きな声は出ないのです。大きな声は羊くんを悲しくさせるものばかりでした。夜ベッドで寝ている時に聞こえてくるお父さんとお母さんの喧嘩の声、お母さんが羊くんを叱る時の声、羊くんは大きな声が怖かったのです。次の朝、担任の鹿先生が言いました。校長先生が入院されました。あんなに元気な校長先生が。みんなはびっくりしました。僕が大きな声でおはようって言えなかったから、校長先生はがっかりして病気になっちゃったのかな。羊くんの目から涙がこぼれ落ちました。校長先生が入院してから3ヶ月が経ちました。校長先生は大きな声でお話しすることができなくなりました。ご飯も食べられなくなりました。でもお医者さんや看護師さんは、大きな声を出してくださいとは言いませんでした。校長先生の小さな声にじっと耳を澄ましてくれたのです。病院には子どもたちから絵や手紙がいっぱい送られてきました。校長先生、早く良くなってください。山の下病院の熊野校長先生へ。校長先生、早く良くなってください。その中に羊くんの手紙もありました。熊野校長先生へ。僕はまた大きな声でおはようって言えないけれど、校長先生が大好きです。早く校長先生に会いたいです。校長先生に会えたら勇気が湧いてくると思います。羊より。校長先生はお医者さんに頼みました。私の顔を見ると元気が出るという子供たちがいるのです。私も子供たちに会えると今より元気になるような気がするのです。ここから学校に通わせてください。お医者さんは言いました。無理をしないこと。夜には必ず病院に戻ってくること。この二つを約束してくださいね。次の日の朝、校門にはニコニコ顔の校長先生が立っていました。ウサギさんもキツネくんも大喜びで、おはようございますと言いました。おはよう。校長先生の声は、それはそれは小さな声でした。羊くんはおはようを言おうとしましたが、
先生の痩せて小さくなった顔を見ているうちに胸がジーンとして声が出ませんでした。その日の帰り道、羊くんが山彦山に向かって歩いていると、後からゆっくり歩いてきた校長先生が、羊くん一緒に行こうかと言いました。そして小さな優しい声でこう言いました。先生ね、病気になって分かったことがあるんだよ。大きな声を出そうと思っても出せない時があるんだね。できなくなって初めて分かったんだ。羊くん、大きな声を出そうねっていっぱい言って本当に悪かったね。山の頂上で突然校長先生がうずくまってしまいました。大変だ、どうしよう、どうしよう、助けて、校長先生が大変だ。羊くんは夢中で叫びました。羊くんの声は山に響き渡り、山彦が病院まで羊くんの声を運んでいってくれました。校長先生はお医者さんに少し叱られてしまいました。ありがとう羊くん、先生夢中で話しているうちに無理してることを忘れちゃったね。笑っている校長先生に羊くんは言いました。校長先生、僕大きな声が出た時自分でもびっくりした。だけど気持ちよかった。校長先生は嬉しそうにうなずきました。行ってきます、無理をしないでくださいよ。はい。今日も校長先生は病院から学校へ出かけていきます。今では校長先生の小さな声を羊くんが大きな声でみんなに伝えています。おしまい。